BMW のフロア周りをきれいにしていきます。ギリギリ曇り、でもこの後大雨が降ってきました。外で掃除がしたかったんですが、屋内に移動です。こんにちは、オートウェストエンドです。昨日の動画ではレザーシート、そしてインパネ周りをきれいにしました。ケミカルガイズのレザーコンディショナー、とてもいい香りがしています。そして手つかずでしたフロア、とても汚い。仕事で結構泥のあるところに行くので、なるべく乗る前にね、靴をはたいたりしてやっていますが、それでもやっぱり汚れてしまいます。これは子どもの抱っこ紐とかおむつが入っています。マンションのこの洗車スペースの排水口にゴミが詰まってもあれなので、ざっと掃除機をねかけておきます。フロアマットの周り、ゴミ落ちるんですね。こんなに汚くなってます。
昨日レザーシートの掃除から先にしましたが、そのゴミがフロアに落ちています。これ逆にしてしまうと二度手間になってしまうので、重力の方向から上から下に掃除するのがいいと思います。はい、いろいろゴミが出てきました。このシートの下になんか面白いものを隠しとけばよかったですね。そしたら動画が面白くなる。はい、次はそうしたいと思います。ちなみに今日掃除に使うアイテム、もう必要最低限のものでやっていきたいと思います。カーペットクリーナー、あの洗剤が出てきて、そしてそれを同時に吸い上げる、そういったものありますが、プロの方はさておき、みんながみんな持っているものではないと思います。僕も持っていません。あればあったで嬉しいんですけども、何はともあれ洗車に使う最低限のものだけでどこまで綺麗になるのかというのを見ていただければなと思います。ちなみに小型の掃除機でこういったところを掃除するときに、片手で持っていると結構小型でも疲れてくるんですよね。あと細かい操作ができないので、片手は本体を持つだけ、もう一方の手でノズルの先端を持って操作する。そうすると思うようにコントロールすることができます。なんか野球のバットの持ち方みたいな、あんなイメージです。野球部ではなかった人はテニスのラケットとか、剣道の竹刀のような、あんな感じと言いながら、掃除機コントロールできずにカメラにぶつけています。ちょっとプロっぽく、まあこのシートとシートの幅が狭くてガタガタなんですけどね。フロアマットがカーペットですと地面に置いてできるのでやりやすいです。僕は水しか使っていませんが、カーシャンプーを薄く薄めてもいいと思います。ただちゃんと薄くしないと樹脂系の上で乾いたりするとシミになったりするので気をつけてください。カーペットの泥などもこのようにね、マイクロファイバータオルでこすれば、カーペット専用の掃除機がなくてもある程度きれいにすることができます。ちなみにこういった樹脂系のパーツ、ドアのシルなどをさらにきれいにしたい方はプラスチック復活剤を塗るといいと思います。ただオイルがベースになっているプラスチック復活剤だとちょっと滑ったりするのでね、ペダル関係には使わない方が無難だと思います。カーペット専用の掃除機を買う日を夢見てひたすら手でこする。なんかちょっとずれて設置していますが、
こういったフロアマット類もプラスチック不活剤またはゴム製品の保護剤などつけると常に濡れているようなツヤを出すことができます。先日ラバープロテクタントを購入しました。今度フロアマットにも試したいと思います。そしてこのラバー製のフロアマット乾いていつも気づくんですが、ちゃんと洗ったつもりでも泥が取れてないとこあるんですよね。誰かに気づかれる前にこっそりとマイクロファイバータオルで拭き取る。できるだけ少ないアイテムでフロア周り綺麗にしてきました。ドアを開けるのが気持ちいいですね。さてまだ車内汚いところがあります。まずこの内窓、そして掃除機の充電が切れてしまって今日できなかった荷室スペース、懲りずにやっていきたいと思います。この動画参考になったという方はいいねボタン、登録ボタンをお願いいたします。今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。またお会いしましょう。